っこくなってしまっていて、儲かればよいです。そういう層は実は意外と少数派。何らかの思想的な同意、信仰、そういうもので、中華思想の皇帝、古き良きゲーム、それが示した未来を目指す、そんな存在を追うとき、しかしその先に真実が、見える。彼は、泥棒でした。人間としても、デスでした。今さらだ、それの指示を仰ぎ、暴挙。未来はない、それを理解しつつもすでに、その一人、だ。目指した未来は幻だったか。大衆は神である、信仰、というにはいささか品がない。売れればよいです。儲かることが正義。それは？昭和でなくてもまず否定される主張だ。独裁創作は対外利益にならないのだ。だから。良い作品が捨てられてきた現実。勝利するために相手の弱みを握ってあるいは非道な真似に手を染める。間抜けた話。